春、月の塔、満開。どうも、福ちゃんです。今回は、渓流に行ってきました。まあ、見ての通り小さい川なんで、ベイトフィネスでやってきました。あとは前回の兆候のことなんですけど、前回海に行った時、動画を上げたんですけど、コメントをいただいて、そこの漁港立ち入り禁止らしいよっていうコメントをいただいたんですけど、自分自身も気になったのでちょっと調べて、留萌の港湾関係、漁港関係のところに問い合わせしてみました。で、担当の方がいらっしゃって、まあ、この件について問い合わせさせてもらってお話聞くことができたんですけど、明確な回答が得られなかった形でした。要は危ない場所には入るなっていうことだと思うので、まあ、今後はこの漁港の防波堤、この防波堤には入らないようにしていこうと思います。前回の動画でコメントをいただいた方、またご視聴していただいた方には本当に申し訳ないんですけど、前回の動画は、非公開という形にさせていただきましたので、申し訳ないんですけどご了承いただければ助かります。では引き続きアブチャンネル、そして今回の今年初の渓流動画のご視聴よろしくお願いいたします。アメンマ、これはバックスの 5.1 アメンマはい、いた。巻き絵すぐ流れてきた。まみれ。あ、来た。来たよ。来たよ。来たよ。
あ、いた。うん。やっぱそこだよね。初チェイス。うん、食えよって。やっぱ魚が見えるって嬉しいよ、ね。釣りしててやっぱ一番大事なことだ。テンションも上がるしね。でもこんなちっちゃい川でもやっぱりいるんだね。こんな川みたいな感じだったでしょ。結構雪残ってるかなと思ったけど、そんなんでもない。来た。バレたか。あれ勘がいい。狙ってるかも。おー来た、うん、イエーイ。わーダメか。あーかわいいよ。かわいい。いらっしゃった。ニジマスカラー。これニジマスカラーって言わない。言わないです。5.1。なんか追ってきてんなと思ったら、はい、赤っぽいオレンジ色。でもなんかパワーバンク入ってる。あ、本当だ。Thank you.